こんにちは、川ポンです。今日は中央大学資料学部会計学科と資料業貿易学科の2020年度の英語の講報をします。中央大学の商学部は学科により2回の受験日に分かれます。今日取り扱うのは紫の枠の方になります。青い枠の経営学科と金融学科の英語の講報動画はすでに作成していますので、ぜひ見てください。こちらが問題構成になります。全部で6問の構成になります。中央大学では配点も発表されており、80分で150点となります。記述問題は2箇所あります。まずは問2の長文で和訳問題が1問出題されています。あとは問6で自由英作文があります。なお問2は合計の配点が50点となりますが、今回は和訳問題の配点をそのうち10点と仮定して進めます。改めて問1と問2を見てみましょう。長文パートになります。それぞれ内容合致のマーク問題が10問出題されています。文章のレベルは標準で、内容は読みやすいと思います。ただ選択肢が巧妙に作られている問題があり、選択肢をしっかりと読み込まないと思わぬ大きな失点になることもあります。特に今回は問2の選択肢に紛らわしいものが多かったです。油断せずに慎重に進めることが必要です。問2の和訳問題は内容は標準的でした。できれば完璧に答えておきたいところです。右端に最低模擬法得点率を算出しています。参考にしてください。問3が会話問題で標準レベルです。 80% 程度の確保を目指してください。問4が文法、問5が並び替え問題になります。商学部では文法の比率がやや高めになります。レベルは全て標準で高得点が必要になります。特に並び替えは完答しておきたいレベルでした。問6の自由英作文では85以上の記述が必要です。配点が10点ですので、自由英作文が苦手で少し失敗したとしても他の問題や他の教科でカバーできる可能性はあります。必要以上に恐れる必要はないと思います。最後の英作は高校に制服は必要かがテーマでした。比較的書きやすいテーマでした。実は問2の長文のテーマが制服関連の話でしたので、多少アイデアを拝借するのもいいと思います。次に最低模擬法ラインの考察をしました。左の円グラフをご覧ください。記述問題を除けばマーク問題は全部で42問あります。これをレベル別に標準、やや、難に分けた割合がこのグラフになります。標準問題が 81% とかなり多めです。難の問題はありません。これをもとにマーク問題で取っておきたい最低模擬法ラインを考察しました。右の方をご覧ください。マーク問題は配点が130点となります。左のグラフと中央大学の配点をもとに最低模擬法ラインを出しました。その結果 76% の99点となりました。そして問2の和訳問題を10点と仮定すると、採点基準は不明ですが最低7点は取っておきたいところです。自由英作文も最低基準は不明ですが最低6点は確保しておきたいですね。これらを合計すると150点中 75% の112点が最低模擬法ラインとなりました。かなり高めになります。これは個人的な考察ですので絶対的なものではありません。一つの軽い参考としてください。この点数を下回ると他の教科でカバーしていく必要があります。次に速読レベルの考察をします。問1から問3で約1800語となります。これを独自に算出した模擬法時間の55分で割りました。その結果1分あたりの処理語数は33語となりました。
問題を解く時間を含めた個数です。これは、やや厳しめの数字と言えますが、文章レベルがあまり高くありませんので、標準レベルとしました。なお、ここに記載している長文の個数は、ざっくりと数えた個数になりますので、実際と少しずれている可能性はあります。一つの目安程度に考えてください。次に、ハイレベル英単語の数になります。これは、受験生が対応しにくいであろう英単語を、独断で選びました。絶対的な基準ではありません。一つの参考程度に考えてください。その結果、15となりました。少ないです。標準的な英単語で、十分に戦えます。ちなみに、その15が、画面に書いている単語です。アソートメントです。ハイレベルに入れようかかなり迷いましたが、意外と漏れている方も多いかと思いましたので、入れておきました。さて、おまけコーナーです。これは、トイコの並び替えで出題された問題です。レベルは標準で、落とせない問題になります。ではやってみてください。もしできなかった場合は、文法の総点検が必要です。20秒ほど時間を取ります。では回答になります。こちらです。皆さんできましたでしょうか。詳しい解説は省きますが、ポイントは、have、または、get の後に、目的語の、ものが来て、その後に過去分詞、の構文ですね。訳し方は、ご覧の3つになります。今回は、1番の和訳が回答します。本当によく出てきます。文法問題で出題される回数、ナンバーワン、と言ってもいいくらいです。これを、僕は、ハプのハ、ゲットのケ、モノ、過去分詞の PP を、まとめて、ハゲモック構文と呼んでいます。あまり流行っていません。ぜひ、皆さん、明日から使ってください。ハゲモック、ハゲモック、ハゲモック、になります。最後に、行楽のポイントになります。まずは、文法と並び替えパートです。ここは、何万は出ませんので、高得点が前提になります。配点の 20% を占めていますので、かなり重要と言えます。もう一つは、記述問題です。和訳と自由英作で、配点の 13% になり、あまり高くありませんが、対策は必要です。和訳問題はできれば、関東、自由英作は、最低 60% の得点率は確保していきたいです。ちなみに、画面の下のペペンは、僕が実際に解いてみて判断した、やや難、と、難の、問題になります。ここに載っていない問題が、取るべき標準問題になりますので、自分でやった後に、ぜひ照らし合わせて参考にしてください。今日は以上になります。ありがとうございました。